はい、皆様こんにちは、くみぞうです。久しぶりになんか喋っていこうと思います。よろしく。皆さんは、身振り手振り、ボディーランゲージっていうことについてどう思われていますか？まあ顔出してるんで、こうね、青とか赤とか青とか銅とか、いちいちこう手振りを挟まれると、私はね、鬱陶しいと思うんですけど、まあ、どうなんでしょうか。皆さんは、マウスピース、これ、まあ、だいぶ黒ずんでますけど、どんな風にしてますか。もういつもピカピカに磨き上げてますか。中も、リブも外側も、それは綺麗な方が見た目はいいですよね。まあゴールドとか、ゴールドの仕上げはツルツルなので滑るやないか。滑らないやつ、例えばこう、もうヴィンテージと呼べるぐらいのギャルディネリーセブンシーがあります。もう自然に、メッキがこう剥げてザラザラになって、これはねすごいグリップするんですよ。グリップっていうか、こうずれない、ずれないことがいい面もあるし、まあダメな時もあるのかもしれないけど、でもまあグッといい位置に固定されると、このレンジをこう行き来した時なんかにこう唇が過剰にこうずれてしまうのを、防げると思います。いかがでしょうか。ブランド、ブランドさんのマウスピース、樹脂製のマウスピースですが、とってもいいんですけど、やっぱこういうジョイント部分が耐久性がね、ちょっと金属に比べては弱いので、まあもうちょっとね長く普通に使えるといいんだけど、まあ、かなり使いましたよ。実際オンステージでもね、軽く音が出せるし、ここもグリップする感じがとてもいいです。グリップする感じがとてもいいです。うざい。で、ここにとても古いジャルディネリ12番と、まあ、セブンシー12番とセブンシーがあるけど、もうどちらももういい具合にこう、邪魔だな。でもザラザラです。ジャルディネリー特有のこのメッキの剥げ方っていうか、剥げていき方でこうボロボロになる感じ、それが人によってですけど好まれた。最近なんかこのもうメッキなくていいんじゃないかと思うようになってきました。メッキなくてもいいんじゃないかと思うようになってきました。皆さんはどうお考えですか。これは 6M、 こうカップの中身も一体っていうか磨いたりはしないですけど、変わってしまうので、よくあるマウスピースで、よくあるマウスピースで某会社とかで出しているカスタムとか称するね、中がこうインナーがゴールドあるんですか。あれをやるとどういうことになるかというと、まあ、洞窟の中のようなボーっていうことになっちゃうんですよね。こんな感じツルツルになっている。じゃあまあそうじゃない方がいいのかなと思っていろいろザラザラになるようにしてみたり、しました。5月25日、赤坂 B フラットにて、くみぞうビッグバンドライブ、19時半から、今回も、面白い曲たくさん取り揃えて
お届けします。皆様のご来場お待ちしております。よろしく。